はい、では、今日は7月31日、相場解説も今月最後になります。9時36分ですね。えー、朝も申し上げましたし、えー、昨日も、そして先週、先々週とずっとね、申し上げていた通りです。このセル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 ,セル、もうこれほど言ったからもう大丈夫でしょう。売り一辺倒のトレンドで、ここはね、皆さん、いつエントリーしても、セルでいる限り、利確ができる、そんなね、ゴールデンタイムがずっと続いてますからね。 あとは、正確なロスカットラインと、耐えていけるかどうかってことですよね。ご自身の戦略がそうなるんだというふうに考えていけるか、もちろんリスクヘッジをしてですよ。私はリスクヘッジどういうふうにするかといいますと、例えば105円の270でロスカットラインを組んで、あとはね、延々と売りの方をもうこれテイクプロフィットラインを設けずにフリーハンドで待っているっていうね、ことを何人かの方にお話し,しました。でもそうなってるでしょ、結局。 105円の270で、ロスカットを食らおうともう一回ね、セルで入って、もうしつこく追撃ですよ。追撃追撃で。そうすると今、104円の530になってるわけじゃないですか。ね。え、これ1時間足ですけども、どうでしょうかね。まだまだ追っかけていってもいいと思いますよ。もうゼロライン設定もできますんでね。ゼロライン設定は104円の720で組めばいいと思うんですよ。4時間足見てみますよ。ま、これでね、これで売り以外は見えないんですよ。 で、一瞬、レンジに入りましたけども、昨日とかね。レンジの後のブレイクっていうのは、やっぱり売りに来るということ以外考えられないです。なぜなら、4時間足売り、デイリー売りじゃないですか。赤い線、見えますこのデイリーで。赤い線が1本たりとも見えない上に、ヒゲは上と下どっちに出てますか。移動平均線はどういうふうに開いてますか。下に向かって、アリゲーターの3本の口、ぐっと開いてますよね。これ これでで買いいに入ったら勝てないですよだからもう買いっていうコマンドが壊れてると思ってもうチャートを開くんだったら売りしかできないよって前提ですよねこれはねうんまあウィークリーもね思った通りこうなってるでしょ私どういうふうに申し上げましたっけ、えー、ここですよもう一回直接書いちゃいますけどもここに当たると上に上がるっていうそういうふうなボーダー引きましたよねこれ。 ここに当たってきてますよ。だからここまではフリーハンドで、売りに入るよってことも、このウィークリーを見てるときに申し上げましたけども、まあそうなってるわけじゃないですか。で、こっから跳ね上がって、上昇に向かうのかどうかってことは分かりませんよ。というのが、1個前のぶち当たったとこでも、大きくひげを出して、で、戻ってきてるわけじゃないですか。だからこれ、ぐんぐんぐんと、売りに入って、 もう101円あたりで強烈な買いが入って戻ってくるかもしれませんけども、でも、ここまではずっとセルで良かったでしょ、今日この時点までは、セルで大成功じゃないですか、もうセル以外はないですよ、これで取っていかないと、もうこれはね、ーんゴールデンタイムっていうかね、夏のプレゼントみたいな感じですよね、よくここまで頑張りました、はい、プレゼントですみたいな感じで、この1時間足なんて、ずっと左の方を見てください、もう右肩下がりっぱなしでしょ。 で、N 字書いてまた下がる、N 字書いてまた下がると、誰かが理覚して NG を書いたらまた下がるみたいなね、押し目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 で来てるわけですよ、うんだからこれ、セル以外ないと、私もね、この相場解説、ずっとここ1週間、2週間、3週間とやってまして、セル以外書いてないですよね、えー、もちろん、レンジに入ったよってのはありますよ、でもレンジってことは次のブレイクに向けて、セルをしましょうっていう、そういう風な放送だったと思います。 いやもうここまでね申し上げたんで、利益を取っている方ばかりだと思いますけども、もしね、まだ利益が取れてなかったら、朝の相場解説を、いつものやつをね、5時とか6時に出してると思いますけども、そちらの方をね、やっぱりこ,うこれからも見逃さないようにしていただきたいと思うんですよ、多少早起きになりますけども、4時とか5時に私、更新したらすぐにね、10分以内に上げてますから、その相場解説の通りにエントリーすれば、少なくともこの2、3週間はずっと利益,利益がね取れているってことになりまして、 えー、この下半期の種ができたわけですよ、おそらく数十万から数百万というネタが仕込めたんじゃないですかね、うん、私もこのままいけば、今年こそは1000万は年収で超えそうですよ、FX だけで、えー、そうでなくちゃね、やっぱり私も4年目ですからね、4年目で年収1000万出せない FX、なんなんやと思いますよね。うん、私は、ね、3年でもうマスターしないと うんちょっと FX なんでやってられっかって感じですけども、まあ、4年目ですけどもね、えー、1000万クリアして、去年は830、40万ぐらいでしたけども、今年はもう当たり前のように1000万突破しておきたいですよね、えー、そして、えー、こちらの方暗号通貨の FX の方も絶好調ですよ、おいつ買って、いつ利リ利リするかもうこれは言いません、ちょっと暗号通貨はね、いろいろとありますんで。でも リップルはね、まあ、ちょっと捨てました。リップルは私、結構ね、購入してたんですけども、ちょっと捨てましたね。ビットコインと ADA に特化していきます。特に ADA は、あ結構な金額になりましたあー。購入金額は、購入単価はそんなに高くなかったんですけども、プレセールとかもありましたんでね、0.2円とかで買ってるのも結構な、ありますから、玉が。だからこれね、私、一切合切を決済すると、多分 市場全体にも価格の影響があるんで、もう決済の日っていうのは、今後言いませんからね、本当に私が決済この日にするよって言ったら、その前日に売りが大きく出て、私が結局、決済できなくなっちゃって、嘘つきになりますから、そのぐらいになっちゃいました、エーダーに関しましては、はいえー、であとは、あーエーダーに関しましては、日本円に持ち込まないようにしようかと思います、もうどっかの国で決済したら、その国で永住するときのために寝かしておきます。 で本日は以上です。